えい。一方的な暴力。はい、どうも、わらです。さあ、今回も、やっていきましょう。千と千代の神隠しの世界で大鳥様から逃げ切る、かくれんぼ、嘘、鬼ごっこ。さあ、今回はですね、ピトさんと一緒に、逃げていこうと思います。綱はしないけどね。それさ、見てほしいんだけどさ、これ、やべえスキーがいるんだよ、ここに。どれだ？ほら、めっちゃ殴られる。見て、この人。この人、ヤスさんとさ、ピトさんのスキーをさ、前後と背後に、くっつけてたけど、これもう怒られろ、これは。これはもう怒られろよ。やばいだろ、後ろしかも。さあ、それでは、早速逃げていきましょう。いや、今回なぜピトさんが一緒にね、行くかというと、前回逃げ切ったあの場所ありますよね。あそこにちょっとね、さあもうちょっと案内しとこうと思います。さあ、来るんだ。おいで。こっちこっち。こっちだよ。ここで、こっち曲がっていって、いやでも今回もこう多分逃げれると思うんだよね。いやもうだって勝つ気しかしてないもん。ここです、ここ、ピトさん。ここだよ、ここ。登るんだよ、これ。そんな発想なかったでしょ。まさか知ってるとかないよね。まさか知ってるとかないよね、ここ知ってるとか。だったら恥ずかしいんだけど。ほっ！うい！うま！うま！うまおさあ来るんだ。そこ登っていって、そこまで行かんでもいいんで、別に。そこまで行かんでもいいんで。もう一個下、そう。そっから走ってジャンプ。そっから。いけるかな。あれやんね。二段目から、ここまで試したよね。いける。頑張れ。もっと助走つけた方がいいと思うよ。あ、そっから。それ。それ。やるじゃないですか。で、こっち行って、で、ここ行けば、もうここはもう、神ポジ。ここだよ、ここ。とさん。これバレないでしょ。これは。トローサムネ。サムネトロー。やったぜ。お！今、始まりましたね。時間は前回と同じく、1200秒ですね。1200秒でさ、毎回思うけどさ、何分なんかな。俺、毎回思うけど。で、毎度おなじみ、電球ソードもついてますね。さあ、それでは、ちょっとここね、前回と同じ場所なんで、おそらく、大鳥様が来ないと思うんだよね、なかなか。知ってる人しか本当に知らないからね、この場所は。数限られた会員しか、プレミア会員しか知らないから、この場所。ちょっとその時間をね、今から電卓で計算します。1200秒割る60は20分か。なるほどね。あ、そっか。そりゃそうやんな。だって、1200秒から62にかけたらええんか。ほんまや。いやー、ピトさんには申し訳ないなー。ちょっとここ、暇すぎるかもしんないね。多分、本当に、人来ないからな。めっちゃ落ちてない人、やばくない？大丈夫？ちょっとラグいなー。実は今回サーバーが変わったんですよね。それに伴ってマップもちょっと変化してるんで、まあ、その理由がちょっとね、まあ、毎度おなじみ、まあね、ドス攻撃という、とんでもないものをしてくる人がいて、そのせいで、ちょっと、サーバー変更したんだけど、また、もしかしたら攻撃を受けてるかもしれないな。ラグいね。でも、順調に、大鳥様が倒してるな。いいぞ。いや、今回はね、もうラスト、なんなら、俺とピトさん、二人だけ残るって最後終わるっていう。もうそれが理想だよね。一番かっこいい折り方。それをしたい。うん。いけるかな。前回さ、生き残ったけどさ、あまりにも人が多かったからね、生き残った人が。ああいうんじゃなくて、もっともう、やばい！周りは敵だらけ！だけど、勝ち残るみたいな、その熱い展開がやっぱね、欲しいよね。欲しがるわ。欲しがってしまうわ。あれ？ピトさんが消えた。あれ？あっちにいる。いつの間に、俺がぼーっとしてたらいつの間にかあっちに出たわ。
あ、ここからこっちで移動できるんだな。なるほどね。さすが、発見していく。なるほど。アスレチックじゃん、こんなん。もう、あ、危ない、危ない、危ない、びっくりした。びっくりした、怖い、怖い、怖い。ほっ、うますぎちゃん。なるほどね。そこは、こだ。うぃ、うますぎちゃん。やばい。やばいスキンがおるわ。顔やばいだろ、お前。え？あっちも行けるそれ。あそこも強ポジやんね。でも、すぐバレるか。場所的に。バレやすそうやんね。いや、やっぱあっちの方が、でも、隠れれそうやな。なんだかんだ。帰ろうかな。でも帰り道ないから、一回降りるしかないのか、これ。うわ、やば！来てんじゃん、鬼。待って待って、めっちゃ止まってない？あの人めっちゃ止まってない、あそこで。アゼントストリアン。私は今、何をやってるんだ？投げつけられてる。あれ当たんない、あの人に。えい。えい。一方的な暴力。これはもはや暴力で。ああ消えた消えた、ああ現れた。やばい。今さ、ここのさ、回線がね、すごい不安定なの。だから、みんな、入ったり出たりするのを繰り返すんですよ。もう、不安定すぎてね。強制的に出たり入ったりしてるのも、みんな。やば。怪奇現象起こっとるわ。あの人ももう、パニクっとるやろ。これは一体なんだ。やばいな。あ、待って、でもあそこ行きたいな。どうやって行くんやろ。あ、ジャンプで行ける？過ぎて。ん？あ、いるじゃん、お父さん。危ねえ！危ねえ！捕まってる！ピクトさん捕まってる！お父様に。申し訳ねえ。それは申し訳ねえ。俺今回さ、この前に、その前にね、始まる前に、ディスコードっていう、アプリがあるんだけど、それでね、ピクトさんに、いやもう最強の強ポジ見つけましたよ。一緒に逃げましょうっつって、これ絶対逃げ切れますよっつって、誘ったのに。申し訳ねえ。申し訳ねえ、これ。立たねえよ、申し訳が。あれ？どこ行った？あ、いるいる！マジか！うわー、捕まってしまったー、ついに。あー、出た、アスレチック。これさー、ラグい状態でアスレチックとかできるのかな？果たして。まともに。あ、意外とアスレチックは普通だったわ。よし、これで、あとはここを走り抜けて、うますぎる。で、毎回同じようにね、右側へ行くと、逃走としてね、復活して、左側へ行くと、鬼として復活できますね。今回はもう逃走として行きましょう。行くぞー。で、3回捕まると、強制的に鬼になります。あー、もうあれか、中から始まるのか。これはもう合流できないな、ふたさんとは。いやー、申し訳ないなー。普通に捕まったわ。まあ、でも、ポジティブに考えれば、あのまま続けたらおそらくめちゃめちゃ地味な絵になるから、まあ、捕まってよかったのかもしれないね。これはこれで、これはこれで絵になるからな。ポジティブ。ここはあれじゃない？もしかしたらだけど、もう一周回って、一周回って誰もここ探しに来ないんじゃない？この隙間。来たわ。普通に来たわ。あちげ、あちげ、ラグうちに、ラグうちに。あれ、あれ、あー、来ないで、来ないで、来ないで、あっちげ、あっちで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 、あれ、本当にあっちで、あ、来た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 。なんかわからんけど、このラグを、ラグを利用して今のうちに逃げよう。ここで、ほっ。で、開けて。これ多分本当に長くて、あれかな？動いてない？あ、危ない！危ねえ！来てたー！やばお！やばお！あー！来てたー！バレたか！
ワンチャンいけると思ったんだけどなー。くそー、悔しい。もう一回セルチックか。あー、残り1分切ったから。アスレチック、復活できなくなった。終わっちまった。もう終わりを待つだけだ。なんてこった。なんてこった。じゃあ、残りの時間ね、ちょっとじゃあ皆さん、やりますか。あっち向いてほい。やりましょう、第3回。いきますよ。あっち向いてほい。ういー。さあ、鬼ごっこ。終了でーす。いやー、今回はいろいろ申し訳ないわ。ピクトさんにも申し訳ねえし、普通に最後復活できなかったっていうね、アスレチック遅すぎてて俺が。めちゃくつるも遅かったんだ俺。めちゃめちゃ失敗してさ、あっつって。結果終わりましたね。いやー、でも多分今回はこれで、終わりだと思うんで、また次回ね、あったら、行ってください。ピクトさん、ごめん。ではまた次回お会いしましょう。バイチャー。